それじゃあ夕日に向かってダッシュです。いきなりなのですね。今回の特訓についての諸連絡などはないのでしょうか。しかも今は正午過ぎです。細かいことは気にしない気にしない。かつて最強のスターは言いました。考えるな、感じろと。なるほど、反知性主義のようなものでしょうか。はて、反知よくわからないですね。走りましょう。